ワク大ダのどうもワクでーすお願いいたしまーすタイムリー六本木 TV ラジオ版毎月第3木曜日はワク大ダのどうもワクです。私ワク大ダがお送りし,していきます。よろしくお願いしまーす。はいおいほんと !30 回目ですよほ <laughs> らほらほら言ったでしょだから前回29回だって次30回って 30回目という、この、霧のいい数字で収録回回 <laughs>。つくづく持ってないですよね。こう <laughs>。ねえ。この、まあ、実は、ねえ、今は、えっと、これから、17日から、本番の演劇長伊丹ホリックの、今はだから、バータリーをやってますね。うん。 いろんなことを確認してるうん、ラジオやってる場合じゃねえってんで、ちょっとラジオそっちのけで、あの、場当たりをしてるんですけれども、明日から始まるよということで、えー、ちょっと、多めにね、見ていただいて、今日は収録会なんてことを言っております。まあ30回、ねぇ、30回目ありました。そうですか、そうですか、31回目までは頑張ろうかなと思います。 よろししくお願いします何から喋りましょうね。今日だからその生放送ならではのコメントができないってなもんですよ。皆さん。指くわえて聞いてください。<laughs> うん。変な感じなんだよな。いつもこの収録っていうのは。と、そうですよ。今日はあのー、ちょっとコメントもできないということで、まあフリートーク会なんですけれども、 何から喋っていきましょうかね。あ、あのー、あれです。久しぶりに、久しぶりにっていうか、事務所に来たので、あのー、プレゼントとかね。あのー、いただきました。プレゼントとお手紙、いただきました。ありがとうございます。ちょっとお守り代わりに、ホリック初日を迎えていきたいなと思っております。ありがとうございます。いつもいつも送っていただいて。うん。受け取りました。 それでですね、まあ、近況報告ですね、最初は。うん。まあ、まずはですね、演劇長イタンホリック、えー、稽古が最近ですね、無事に終わりました。これ、いや、これ別にね、稽古終わった段階なので、何を拍手してんだっていう感じなんですけれども。ま、あ本当に1ヶ月、今日、えー、8月ぐらいから稽古してきまして、 ね、こういう状況もありますからえっ、ー、とーまあとりあえず現段階ではキャストスタッフ含めて誰一人かけることなく全部の稽古を終えられたということを報告したいなと思っておりますよまずはねえ皆さん本当にこの何ですかね誰一人かけることなくみたいな文言っていうのはよく皆さんもねツイッターとかブログとか SNS でね あの見かけると思うんですけれどもこれって本当にねあのー、奇跡ですようん何回でも思うこれはやっぱり当たり前のことじゃないんだなってうんまあコロナ禍ね入る前なんかは誰一人かけることなく選手楽終えましたありがとうございましたみたいなのを見てもまあ当たり前じゃないかと当たり前っていうのもちょっとあれですけどまあそうだよね ぐらいにしか思ってなかったんですよ。僕も実際出る側としても。なんか、かけることなくっていうのが当たり前。かけた方がちょっとなんか、え、どうしたのってなっちゃうみたいなふうに思ってたんですけどね。まあもうほんと最近は、んですか、結構始まる前から、最近あとワクチン僕も打ったり、ね。で、定期的にこう PCR 検査数回受けたり。 うんこうキャストスタッフ全員でその試練をね乗り越えながら誰一人欠けることなくできたよと本当はあの、えっと、最終稽古だったんですけどねこの間が最後の投資稽古を終えましてで演出家の松崎さんから、えー、振付の里みさんから、えー、お言葉いただきまして。 最後の試しいただきましてで最後スタッフの方からえ挨拶を聞かせていただいたんですけれどもあのね本当に誰も1人かけることなく PCR もクリアしてえー小屋入りをしましょうと挨拶を受けて自然ともう拍手が出ましたね稽古場でうんイエーイやったークリアーとかいう感じでもないので まあ本当に自然に拍手が起こりましたまあすごくその瞬間が何でしょうね安堵というか感動しましたねああとりあえず第一かも第一関門って言ったらいいんですかね、まあ、まだ本番始まってないのでとりあえず、えー、初日に向けて持っていく作品をとりあえず稽古場では完了できたという,う関門をクリアしましたこれはまたね感動しましたようん それでまあ最終稽古だったんですけれどもねえっ、ー、と演出家の松崎さんからなんかこんな言葉をいただきましたねあの座組のみんなが常にアップデートしていると、うん、こういう言葉を最後にいただきましたとてもいい投資だったとそういう言葉をいただきましたこれがまた最終稽古っていうのは何ですかね役者としてものすごくセンチメンタルな瞬間なんですよね最終稽古だからもうなんかもう 何て言うんですか調整あの決めに行くよみたいなもう問題なくがっつりねえ一つ作品仕上げるよみたいな思ってるかと思うんですけどまあもう本当に最後まで本当に綿密な作品だなと思っているのでもう何か0コンマ0コンマ5秒遅れただけでちょっと見え方良くないとかうんそういう。 綿密な作り方をしてきた、えー、役者としても自負があるのでものすごい集中力で最終稽古を終えたなという印象でしたでそういう <laughs> 最終稽古でそういう嬉しい言葉をいただきましてまあ自信になりますよねうんバータリーそれからゲネプロ初日初日がまた配信でございますね初日から配信という緊張するんですけどもぜひなんか その最高の瞬間をちょっと来れない方は配信でも劇場来れる方はがっつり堪能していただきたいなと思っております、うん、今回はですねん僕個人としてなんかこういろんな作品出てきましたけど全く一度も経験したことないことを求められることがものすごく多くてですね個人的にうんこれを終えたら この技術って、もは、もしかしたら一生使わないかも、みたいなことを求められることがすごい何回かありましたね、劇中で。うん。な,なんかこう、無機物を演じたり、まあ、例えばの話ですよ、これ。もうなんか、その、小学校の学芸会で木を演じろ、みたいな。うん、木を演じるみたいな。ただ止まってるだけじゃダメなのみたいな。木の呼吸を考えてみないよ、みたいな。 の方から何木の呼吸みたいななんかそっから始まるんですよね何かそういう人間とか動いていないも,ものとかを演じる時ってそういうことをすごく求められることが多かったのでずっと稽古場の隅でこうね他の方がお芝居している中自分のことを稽古場の隅でずっと練習しているようなちょっと1ヶ月でしたねうんとにかくそれはなんか 比較ができないのでやったことないから、これ、この時に使ったあの動き応用できるかもみたいなのもなかったので、ずっと稽古場の隅で練習してたなっていう1ヶ月でした。うん。もちろん、お芝居とかダンスとか歌とか以外の話ですよ。もっともっと違う細かな、細かな繊細な部分をすごく練習してました。うん。っていう1ヶ月でしたね。あの、基本的には、振り付けの、 さとみさんトーマーさとみさんという方がいるんですけどその方とは2回目のご一緒させてもらって1回目はえっ、ー、と2年前かサイコパスという作品で初めてねご一緒させていただいたんですけれどもいろんな言葉をいただきましたねもちろんここで言えないような言葉もというかすごくその腕を上げる腕を下げるという簡単な動作一つに そこに何の感情があるのっていうことをすごく大事にする方で、一つ一つの動きに全てに、何ですか、整理があるというか、情緒があるというか、そういうものをすごく考え抜いた1ヶ月だったなと僕は思っております。うん、そういうことをすごく身体表現とかを、ものすごく綿密に考えた瞬間でしたね。うん。で、まあこれから東京公演始まりまして、 26日までですね。うん。えー、っと、8日間か。で、えー、京都公演が10月の1日から3日と、19公演前。少し長丁場になるのでね。あの、本番中もとにかく気が抜けない。もう、これはもうミッションなのでね、誰一人かけることなく、10月3日の千秋楽を終える、その瞬間まで、気を抜かないっていうのも一つミッションだと思ってるので、 集中してていきたななと思っておりますなんかアップデートってすごくいい言葉だなと思ってさっきの話に戻りますけどうん一つあるものをもちろん舞台っていうのは皆さんもご存知の通り生ものなのでえ初日から始まって19公演あるわけですからまあいろんなね公演があると思うんですもちろん僕らも全力でね同じクオリティ同じ 100点同じ120点を出すつもりで臨むわけですけれどもまあ初日明けてからも発見の連続なんだろうなっていうぐらいものすごく繊細な作品ですうんまあ舞台全部そうだと思うんですけど今回は特にその何て言うんでしょう一つ一つのうんか繊細さってすごくアバウトな言葉ですよね 指先一つもっとくりぬいて言えば指先一つの表現とか語尾一つの上がり方とかそういうことなんですよね繊細さってそこ語尾下げるんじゃなくて上げるとか指先にもっと悲しみを込めるみたいな世界観で僕たちは作り上げてきてるのでうんそういったものを一個一個あ消化していくし消化していくんじゃなくてなんかあ消化させていくみたいな あすごい今いいですねイン踏んだりして <laughs> 消化させていくってことなんですよ多分アップデートっていうのはうん初日から始まって10月3日の公演にはどうなってるんだろうっていういい意味でねうんなんか80点だったものが100点になっていくとかじゃなくて120点だったものがどういう経緯で130点の見え方になるんだろう なっていくんだろうっていうのを常に感じれる座組だよっていうことを松崎さんは伝えてくれたのかなって僕はそうやって噛み砕いてますね最後の言葉をうんとっても嬉しいなと思っておりますそうだからあのねえっと京都公演も、まあ、初めての旅公演というか別にそれは問題ではないんですけど ねえ、コロナ禍じゃなかったら京都っていう街並みをね、ちょっと楽しみながらっていうのもありますけども、飯すら行けないので、お外では。ご飯も食べれないので、ちょっとなんかもう、なんでもない1日から3日になっちゃうと思うんですけども、まあなんか、あの、お土産ぐらい買いたいなと思って、今めちゃくちゃ調べて、京都のお土産を、すごいウケウケしてます。八つ橋買うのはちょっとな、みたいな。八つ橋、ちょっと、 ベタすぎるかなと思っていろいろ調べたら真っ黒いロールケーキあるらしいですね。知ってます京都のお土産とか八つ足しか出てこないです。そんなことない何も言わん。<laughs> <laughs> <laughs> 真っ黒いロールケーキがあるんですって。知ってます知らない京都だけじゃないのかな <laughs> 盛り上がらず <laughs>。 いや、でもね、僕行ったんですよ、京都は。それで言ったら、あのー、修学旅行で、高校の中学のか。中学ので、京都、大阪の修学旅行行って、八つ足買っちゃったんで、まんまと。中学生なんかもう、右に習えなので、<laughs> みんなが八つ足買ってるから俺も買っちゃうみたいな感じだったので、もうちょっと意志を持ってね、真っ黒いロールケーキとか、なんか、木刀とか買ってやろうかなと思ってますけどね。<laughs> 木刀買う人いるよね小学校とか中学校で。何に使うのよみたいな。家帰って後悔するんですよねああいうのって。<laughs> 一回も振らないで。僕たちは使いますけどね。マイ木刀持ってますよ持ってますそろそろ締めてじゃないんですよ。<laughs> そうですね。あ、本当にそうですね。あの、木刀を買いたいなって思っております。<laughs> <laughs> という感じで、えー、明日からですよね初日はねまあまあ後半も喋りますけれどもとりあえず一旦前半戦はこの辺にしておいて「えー、私見ちゃいました」のコーナー行きたいと思いますどうぞ。 私、見ちゃったんです。です本日の担当は、ミスミアリサがお送りいたします。私は、毎週月曜から木曜のお昼の時間に、TVK で放送されている、猫の額ほどワイドを見ました。タイムリーオフィスからは、毎週火曜日に、石渡り魔舟さんが出演されています。この番組のコンセプトは、地元の地産地消。 番組サポーターから寄せられたキラリと光る地元情報をキラリと光る若手イケメン俳優が潜入リポート。地元局だからできる猫の額ほど狭いエリアの情報をワイドにお届けする番組です。私は8月24日に放送された回を見ました。その回では石渡さんが農家さんのところへ行き、実際にブルーベリーを取り、 そのブルーベリーを使ってお料理を作るというマッシューズクッキングというコーナーがありました。農家の奥様に教わりながら一緒にブルーベリーのジャムを作り、そのジャムを使ってケーキ作りをしていました。農家の奥様はとても明るく面白い方で、石渡さんもそれに応えて、お二人とも非常に楽しそうにお話ししながら進められていました。その様子は見ている私たちまで元気にさせてくれるものでした。 放送中も石渡さんはとても明るく元気で、コメントも非常に面白く、石渡さんがいるだけで明るくなるような雰囲気がありました。すごく無邪気で、ボケもツッコミもでき、番組をまとめることもできる方なので、その放送を見ていて、私自身勉強になることばかりでした。私はまだこういったお仕事はしたことがないのですが、今回の石渡さんの姿を見て、私も挑戦してみたいなと思いました。 その際は、私も石渡さんのように、明るく元気に、視聴者の方々をハッピーにできるような人でありたいなと思います。そして、この番組の最後の方に、石渡さんのコーナーもありました。そのコーナーでは、ゲストの方をお迎えして、石渡さんが司会となってお話しするというものでした。この日のゲストは、この番組の司会でもある、鎌刈健太さん。石渡さんとのやりとりは、とても面白かったです。 鎌刈さんから見た石渡さんの印象を聞かれた際に、石渡さんのことを非常に頼りにしているとおっしゃっていたことが印象に残っています。その時の石渡さんの表情が本当に嬉しそうで、その照れた笑顔もとてもチャーミングだなと思いました。これからの石渡さんのご活躍にも注目です。そこで、そんな石渡真修さんのこれからの予定をご紹介したいと思います。 舞台銀眼縁ボリューム4-5ファッショナルステージアブソメタル黎名10月16日土曜日から10月24日日曜日まで新宿村ライブにて上演です続いては映画のご紹介になります劇場版ソアラ2アイビル君が未来を歩く時も10月公開予定なのでお楽しみに 詳しくは石渡りマシューさんの SNS でご確認ください。ということで、私、見ちゃったんです。本日は石渡りマシューさんが出演されています、猫の死体ほどワイドを、私、ミスミアリサがお伝えしました。 ワクイダのどうもワくイです。後半戦行きたいと思います。えー、私見ちゃいましたのコーナー、ミスミアリサさんありがとうございました。ミスミさんあれですね、あの、マシューのこと、ボケもツッコミもできって。<laughs> <laughs> あの、ね、評価してましたね。<laughs> なんかあれですよね、なんかその、いろんなね、配信とか出るようになってきて、なんかその、 なんすか役者の、その、素の部分みたいなのが、あらわになることが多いじゃないですか、昨今。そういう時に <laughs>、なんか、その、芸人さんでもないのに、ボケたり突っ込んだりして、<laughs> なんか、何をもって人はそれを、あ、この人ボケできるな、とか突っ込みできるんだ、とか、評価するんでしょうね。<laughs> ねえ。答えは出ないんですけど、なんか、ははは。 申し訳ないなと思っちゃいますよね。そういう評価を受けるときって。なんか、番組をまとめることもでき、みたいな言われちゃうと、あ、なんかこれからもまとめなきゃいけないんだとか、<laughs> 自分はもっとなんか、のほほんと自由にやってたいのに、なんか、なんか消去法みたいな感じでまとめ役にさせられちゃうみたいな。<laughs> 誰もまとめることできないから、じゃあお前まとめなよ、みたいな。<laughs> ねなんかそういう人から見た、最近、お若い方ですよね。きっとね。だから、それがマシューの印象なんだろうな。<laughs> 新人さんですよね、水み,みさんはね。だからもう、まっさらな印象なんでしょうね、それが。水み,みさんから見たマシューの印象って。もうちょっと色々見てほしいなと思いますけどね。<laughs> <laughs> まあいろんなマシューくんがいるんでしょうということでありがとうございましたコーナー後半戦は何でしょうねまだあのフリートークなんですけど最近はあれであれなんですよねお芝居の他にはちょっとあのー、えっ、ー、と脚本をちょっとこう何ですか、えー、ちょこちょこ書き始めたりしてましてそれは前ねあの前回のラジオの放送で慶舟が ちょっっとこのゲストっていうかねコーナーの延長でこうなんか僕に質問くれたりとかあのしてくれたんですけどそしたら慶秀が「あの涌井さんって脚本書かれるじゃないですか」みたいな「でなんか次のなんか次に書くお話とかもう構想あるんですか?」みたいなでその時には僕は「1ミリもない」って答えたんですけどそのもうほんと12週間後とかですかね、まあ、あの 嬉しいことにちょっとお話がまあちょこっとだけ動いてましてでまあまあ,あの脚本書くことになるんだ久しぶりにみたいな感じで今あのちょっと寝ってるんですけどねお話をうんまあなんかそれでまああの同時進行でいろいろ違う物語をね考えたりするわけですけど なんかやっぱり役者のね、仕事と脚本書くっていう作業はもう脳みそ丸ごと違うもんですからなんかこう、脚本書くときって不思議なもんであの、なんですか一本作品を書き終えるともう二度と書かないんだろうなぁみたいなことを毎回思うんですよ今まだ僕は5本ぐらいしか書いたことないんですけど 5本毎回その漢方というかじゃあこれでえー、ねお芝居を作っていきましょうってなる段階になった時にはい書き終えた最後のエンドなりおしまいを打った時にあもう俺二度と書かないかもってなんとなく毎回思うんですよねっていうのはなんかすごいそれについてずっと考えてたんですけどねなんでなんだろうってことをなんか それって、毎作品毎作品、こう、脚本書くんですから、脳みその、こう、何ですか、隅々まで、こう、なんか、アイディアの汁みたいなものを、絞り出すわけですよ。でも、絞り出して絞り出して、もう雑巾のようにギューってやって、もう出ないよっていう一滴出た時に書き終わるみたいな感覚なんですよね。まあ、僕は。うん。なんかその、 何泉がまだ余ってるけど、その泉全部使い切ることなく書き終えたみたいなことはなくて、もう最後の一滴まで枯れるまで、こう試行錯誤するみたいな感覚だったんですけど、5作品全部。だからやっぱ1本書くともう全部なくなっちゃうんですよ、頭の中の泉が。水が。だからもうからっからだからもう湧いてこないだろうみたいなアイデアの泉。 もう湧かないんだから書かないんだろうってことにつながるんだなっていうのを今日ちょっとずっと思ってましてねでそんなこんなで、ね、脚本最後に書いたのが2年前ですよねあのえっとこないだブログにもねその脚本の全部をちょっと載せてみたりしたんですけどあれが最後ですよえっと2019年の 7月に上演したみんな自分がかわゆすっていう作品が最後ですよね。脚本書いたのは。そっからに、2年。あ、2年か。うん、でじゃジャスト2年ぐらいか。そっから書いてないので。で、こう、だから、2年間別にこういうのやりたいみたいなのももう思わないですよね。泉がないから。で、実質その僕が思ったところで、その作品がその、ちゃんと舞台上でできるかどうかっていうのはわからないので。 まあそれは考えないだろうみたいな感覚なんですけど不思議とこうね9月に入ってちょっとお話もらった時にあ何もないけど今泉探してもどこにもないけどとりあえず考えてみようって具体的なオファーがあってから考えてみると意外に見つかるっていうねその泉うん Amazon の奥地にまだあったよ泉がちょっともっと掘り進めてみようよ みたいなすっごく不思議他の脚本家さんとかどうやってやってるんだろうなっていつもお話聞きたいんですけどね脚本家さんとお話する時にでもなんかそういう機会がないので脚本家としてやってるわけじゃないからなんかいつか喋ってみたいなと思うんですけどねどういうふうにやってんだろう1年間になんか5本も6本も新作やってる人の気持ちってどう思うみんな。 あ、なあ、コメントなんかないんだから。あの、問いかけたってダメだよ。<laughs> そうそう、そういうことを思いながら、今、あの、考えてるわけですよ。うん。あの、あれですね、そういえば、前回の放送で、あの、お題もね、いただいたよって話しましたね。あの、えっと、どうも、脚本書いてきましたっていう、僕のラジオの1コーナーがあるんですけど。 夢でよかったんだ。そう。夢でよかった。で終わる。っていう落ちリフで終わる話を書いてください、みたいな。それいつになるかなちょっと。それすぐ書こうと思ったんですけどね。今日とか、来月とかやりたかったんだけど、ちょっと集中させて <laughs>。本筋の脚本の方を。うん。 それまた年末だか来年だかちょっと絶対やるのでちょっと待っててくださいねいやだからそういう時ねあの坂、ー、田さんとかさ手伝っていただきましたよねすいませんなんかあの事前にもっと渡してくれよっていう感じですよね <laughs> 当日になりますよああいうのって脚本とかって、ね、当日になって初めて泉見つけるみたいな瞬間もありますからねなんか 前日まであんまり何も思いつかなかったけど2時間前に急にめっちゃ書けたみたいなそうですねまあそうです今はその演劇場いたホリックとまあそのまだまだね具体的なことは言えないんですけどまあちょっと水面下で脚本書いてるよみたいな、えー、近況報告の回でしたよ30回目はうん ということで、じゃあちょっと、えっ、ー、と、告知ですね。いこうかなと思います。明日から始まります。演劇チョイターンホリック、東京公演9月17日金曜日から26日日曜日、天の図銀河劇場、そして京都公演が10月の1日金曜日から3日日曜日、えー、こちら京都劇場でございます。 はい。よろしくお願いいたします。あとは、10月の5日火曜日、20時のタイムリー六本木 TV、フルスイングボーイズは、まあ、多分出れるだろうみたいな感じですよね。3日に終わって、その後すぐって感じですかね。はい。まあ、楽しみにしててください。えー、ラジオは、10月の21日。21日。 えー、8時からやりますこれは生放送でいけるだろうなうんまた生放送で聞けたらぜひ生放送で聞いてあのコメントなんかくださいという感じですね30回目はということでまああのものすごくねちょっと長丁場な戦いが始まろうとしているので明日から、えー、体調気をつけながら集中して皆さんもねあのー、気をつけて見に来れる方は 気をつけながら見に来てください。あの、素敵な作品をお届けする自信があります。うん。よろしくお願いします。ということで30回目の、えー、井大輝のどうも枠井ですでしたありがとうございましたまた来月